旧高松支店。2016年12月5日に移転。株式会社阿波銀行は、徳島県徳島市に本店を置く地方銀行。通称、阿波銀。徳島県内を中心に、四国各県や瀬戸内海を挟んで近接する、岡山県、兵庫県、大阪府、首都圏にも進出している。明治時代に開業した阿波商業銀行が前進。 徳島県の指定金融機関である。旧三菱銀行の新密地銀であり、三菱 UFJ フィナンシャルグループとの関係が深い。近年は関東地方へも進出しており、東京都北区王子に営業拠点を設置したほか、2013年8月には神奈川県横浜市にも法人営業部を設置した上、 関西での融資の開拓にも力を入れるなど、徳島県外での営業強化が顕著である。だが、中四国地方の地方銀行で唯一広島県に店舗を構えていない。2019年12月16日、徳島市東新町に所在した阿波銀新町ビルを解体し、建てられた本店営業部がオープンした。なお営業部移転後の本店は、本社機能に特化する。 阿波銀行の前身となる、久じ銀行は、愛称の久じめ表示が創設した、全国6番目の私立銀行であった。当時は、三井銀行に次いで、全国2番目の資本金を誇ったが、やがて経営に行き詰まり、合名会社阿波銀行に経営を受け継ぐことになる。ここでも愛称である、西野健志郎、三間義一郎たちよって再建され、現在では、 徳島経済界の主軸銀行となっている。ここに、阿波銀を受ける、永代取引という伝統的な営業方針を垣間見ることができる。これは、目先の短期的な利益を求めるのではなく、取引先を大事にし、行くよにも渡たり、息の長い取引を継続していくという方針に乗っ取っているとされる。2019年12月16日、本店ビルにあった、 本店営業部と両国教師店を移転統合し、徳島市東新町一丁目に事業費約29億円を投じ立てられた新しい本店営業部がオープンした。建物は地上4階地下1階建てで、延べ床面積は4974平方メートル。外観は石造りのフレームとガラス張りを基調にし、内部を吹き抜けの構造とした。 延べ床面積の約6割が公共スペースでギャラリーの泡銀プラザ仕事や勉強に使えるコワーキングスペースのほか徳島の歴史を展示するヒストリールームなどを設けたまたフロアテンダントと名付けた新しい担当者を11人配置して銀行利用目的以外の来店客も案内する店舗統合の際講座店のみを残すブランチインブランチの手法を取った ケースがある。カッコ内は統合先の店舗。2004年1月5日、基関系システムを82銀行のシステムをベースとする10段階共同版システムに移行した。2014年4月1日、徳島県内外の全店舗に iPad Air を導入した。書類を電子化した上で顧客の負担軽減化を図り、合わせて商品提案力を強化したいとしている。 コンビニ ATM 提携は2007年9月18日から EE ネットとローソン ATM とのサービスが開始された。また2013年2月22日にはセブン銀行との提携も開始されている。かつて CM キャラクターとして徳島出身のバンド二エイジを起用していた。現在はイメージキャラクターにロダンが採用されている。また、 アワギンスマートネクストの CM キャラクターに、乃木坂46が起用された。ありがとうございます。